さあ、本日の一品はですね、前橋にあります、前橋は千代田ですね、ありますポコさんにお邪魔してます。このお店ね、地元の食材を使った地産地消にこだわったフレンチの店なんですけれども、もち豚、皆さんご存知ですよね。もち豚を使ったトントンボール、今日はご紹介したいと思います。トントンボール、ちょっとね、どんなもの出てくるか楽しみでしょう。楽しみにしててね。わー、来ました。見てください、いい香り。これがトントンボールです。ちょっと合うように取ってください。見てくださいよ、このボリュームすごいでしょう。では早速いただいてみたいと思います。いやーすごい、ね、今切ってみますからね。わー、見てください、真ん中にチーズですよ。これね、香り、豚肉の香りがすごくします。あのね、まずね、まあ、味付けもいい香りなんですけど、お肉の香りがすごく香る。これぜひお伝えしたい。じゃあ、いただいてみます。うん、ああ、まず口に入れた瞬間は、なんでしょうね、まあ、チーズね、今一緒に食べたんでチーズの香りがふわっとくるんですが、何よりも香辛料の繊細な香りがします。で、お肉の味にねすごく合ってるんですけども、やっぱりお肉の味を最大限に引き出す香り付けでしょうかね、それがされてるのはねすごくわかります。美味しい、やっぱりフランス料理ならではの繊細な味付けでしょうかね。それがこのお肉のね、もちもちとした食感と甘さと相まって、もうお伝えできないくらいに美味しい。たまらないな、すごいです、すごく美味しいです。うん、皆さんもぜひ食べてみてください。フランス料理ならではの繊細な味付け、もち豚をねここまで、美味しくね料理されるっていうのは、ぜひ食べてみる価値あります。場所はね、かなり隠れ家的な感じで、奥まった場所にあるんですけども、一歩店内に入ると、わかりますかね、この雰囲気伝わるでしょうか。すごくね大人の雰囲気です、いい感じですよ。そして店の奥には、まあ、スクリーンがあって、で、音響機材があって生演奏ができるんですね。でジャンルを問わず、いろんなジャンルのね、ライブがあると。Yo, yo, yo, yo.